アーレバーク海軍大将とその夫人のサイアーレアルバート・バークはアメリカ海軍の軍人最終階級は大将。バークはアメリカ海軍史上でただ一人海軍作戦部長を6年の長きにわたって務めた。海軍兵学校墓地に建てられているアーレバークの墓。傍らに置かれているのは海上自衛隊から送られたリースだったがアメリカに渡った際に アイルランド風のバークと改めたの農民の子として生まれ、1919年海軍兵学校に入校。1923年に少位に任官し、戦艦アリゾナ、従順用ガンチェスター、駆逐艦、クレーブン乗り組みや地上部隊、海軍省兵備局勤務を経験し、この間にミシガン大学で工学修士の学位を得た。1939年6月に駆逐艦、 マグフォードの艦長となり、1940年半ばから1942年末までは海軍方向工場勤務で中佐に昇進した。太平洋戦争海戦で粘り強い努力によって南太平洋戦域へ転出したバークは、第43駆逐隊司令、第44駆逐隊司令、第12駆逐戦隊司令官となり、戦時昇進で大佐となった。 1943年10月には、リトルビーバーズとして知られる、第23駆逐戦隊の司令官となり、同年11月に、ブーゲンビル島上陸作戦の支援に当たった。同戦隊は、それから4ヶ月の間に、セントジョージ・岬沖海戦など22回の戦闘に、参加して、日本海軍の巡洋艦1隻、駆逐艦9隻、潜水艦1隻などを撃沈派。 航空機約30機を撃墜した。バークはいつも機下の駆逐艦を最高速度で走らせていた。しかし、セントジョージ・岬を機械戦前合流地点へ向かう際は、彼の部隊は駆逐艦スペースでのボイラー事故のため本来なら出せた34ノット以上ではなく31ノットに制限されていた。このことから31ノットバークというあだ名がついた。 1944年3月に太平洋艦隊の高速空母機動部隊第58任務部隊司令官マークミッチャー中将の参謀長となり戦時昇進で代償となって1945年6月までその職にあった沖縄戦でミッチャー司令官が機関としていた空母バンカーヒルとエンタープライズが相次いで特攻機の攻撃を受けた際には 参謀長のバークも乗り組んでいた。その後、短期間の海軍省兵備局勤務から、1946年に大西洋艦隊司令長官となったミッチャー大将の参謀長を務め、また、太平洋戦争後は大佐の階級に戻った。朝鮮戦争が勃発すると、海軍作戦部長フォレスト、シャーマン大将は極東艦隊参謀副長として、バークを日本へ派遣した。 バークは巡洋艦隊を指揮し、1951年7月に国連軍急戦回団代表団の一員となった。その後、バークは海軍作戦部戦略計画部長、第六巡洋艦隊司令官、大西洋艦隊駆逐艦隊司令官を歴任し、1955年8月海軍作戦部長に就任して、少々から直接大将に昇進した。 1961年8月に海軍作戦部長退任と同時に退役。1991年にアーレーバーク旧駆逐艦の一番艦がバークにちなんで存命中に命名された。1996年1月1日にベセスダの海軍病院で没死した。94歳。バークが死去した際には哀悼の念を表するため、収益済みの全アーレーバーク旧駆逐艦が1分間。 31ノットで航行した。バークは当初日本人に強い敵外心を抱き、太平洋戦争終戦後もしばらくはかつての敵であった日本人に対し否定的な感情を持っていた。こうの場で日本人をジャップ、黄色いサルド元と部別的に呼び、露骨に日本人を下げ住み嫌うと、反日的、嫌火的な態度をとっていたが、ふとしたきっかけで元海軍中将、 草勝と無一と知り合い信仰を持つようになると、以前とは、打って変わって、親日化となり、日本が早く占領状態から解放されるように、軍人の立場から、尽力、海上自衛隊の創設に協力した。この功により1961年に、君一等旭実大受賞を授与された。他にも生前の様々な功績により、アメリカはもちろん各国から、 スータの勲章を授与されていたが、バークの意思により、葬儀で遺体の胸につけられていたのは、日本の朝日大受章ただ一つだけであった。そのため、ワシントンにある海軍博物館のバークに関する展示には、各国から授与された勲章は展示されているが、日本から受訓された朝日大受章の実物だけ、抜けている。部下から、かつての敵、 ラバウル方面海軍最高司令官の草加中将が、公職追放により、鉄道工事現場で吊る橋を持って、ここをしのいでいるという話を耳にする。植えさせておけと答えてみたものの、同じ立場にあった軍人としていても立ってもいられなくなり、匿名で食料を送ることにした。すると数日後、草加本人が怒鳴り込んできた。侮辱するな。アメリカ人の世話にはならない。 それだけ言って怒りながら出て行った草加に、バークは好感を持った。自分が草加の立場だったら、同じことをしたに違いないからだ。バークが後日改めて草加を他の海軍提督たちと共に帝国ホテルの食事に招待したとき、草加が一番英語が達者なのに驚いた。なんだ食事会の最後で草加が親切なバーク氏と自分が任務を全うしなかったことに、 乾杯しよう。任務を全うしていたら、バーク氏は死に、今日の美味しいステーキは食べられなかったというと負けじと、私も任務を全うしなかったことに乾杯しよう。任務を全うしていたら、草菓氏は死に、今日の美味しいステーキは誰も食べられなかったと答えた。東日本大震災における友達作戦に従事した、空母、ロナルド・レーガンの艦長トム・バーク大佐は、 彼の孫にあたると、日本のテレビ番組で放送されたが、間違い。ファミリーネームが同じだけで、血縁関係はない。ありがとうございます。